皆さんこんにちは、 IT 仮想研の女深田萌です。今回はこれならできる、米軍がドイツでサーバーを押収する方法についてお話したいと思います。その前にチャンネル登録よろしくね。そしてベルマークチーンってしてください。今回何かというと、その前回の動画で私見落としがあったなと思いまして、それを皆さんにちょっと謝罪しないといけないなということですね。で、これコメント欄にちょっといろいろ書いてあって、その記事を読むと確かにその方法だとできるなというふうに思いました。で、その方法についてちょっとお話したいんですけど、質問が2つ取りピックアップしているので、その1つ目がですね、萌えさんは日本で FBI に尋問されたので諜報機的な動きはできるんじゃないんですかっていうことと、2つ目の CIA の施設だったという話がありますがっていう2つの質問に交えながら解説していきたいと思います。で、1なんですけど、尋問されてないんですね。FBI は日本国内での捜査権ありませんから尋問するのは不可能ですと。これ何かというとですね、1つ目にはその FBI は日本国内で活動しちゃいかないんだけれども、日本国内に治外法権施設ってあるんですよね。それは例えば大使館だったり領事館だったり米軍施設だったり、あと入産のホテルだったり、日本の法律が及ばずに、アメリカの法律で運用されてる場所っていくつかあるんですよ。そういう場所で、私は確かに FBI の捜査官にお会いしましたと。で、尋問されたわけではなくてですね、私がファーウェイ事件に巻き込まれて、もうニッチもサッチも行かず、もうちょっとこれもう日本政府に陳情しても何の意味もないし、アメリカ政府に助けてほしいなと思って、CIA に相談に行ったんですよね。そしたら、その時に、FBI の担当捜査官が出てきて、なんでお前ここにいんのみたいな話になったんですよ。何かというとですね、弊社の CTO はですね、前にちょっとスパイ事件に巻き込まれて、FBI の被害者保護プログラムに入り、それでレポートライン FBI なんですよね。で、ところが FBI にレポートしても、その中国スパイ事件が上に上がっていかないんで、おかしいな、これは、と思ってたんですよ。それを、その後もね、その被害がどんどん拡大していって、もうこのままじゃ私殺されてしまうと思ったんで、私は CIA に駆け込みましたという話なんですが、その話はちょっと長いので、2万文字ぐらいでまとめて書いてるので、説明欄の事件サマリーを読んでください。その時にですね、FBI の捜査官がですね、突然その私が CIA の偉い人に会いに行ったらですね、偉いって言ってもそんなに偉くないですよ。その日本国内で偉い方の人に会いに行くとですね、その FBI の担当捜査官も来たんですよ。そして多分私英語できないって思ってたんでしょうね。で、私の目の前で英語で私のことを中国のスパイに仕立て上げようとし始めたので、おいちょっと待てとか思ってですね、 No 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 I understand your English みたいな感じで、ちょっと一通りですね、何が私に起こって、この人は何を CIA に報告していなかったのかということを、人生で一番英語ペラペラになった瞬間でした。で、それでですね、CIA の人もですね、それなんとなく納得し、FBI の捜査官が、こうもうなんか嘘がバレちゃったよ、しどろもどろみたいになってですね、で、CIA の人が、もう冷たい目でしらーって見てるんですよ。で、それでですね、私はもう CIA の人が、証拠もいろいろ提出してくれてありがとうとか、いろいろ教えてくれてありがとうねとか言って、お礼を言われて、その場を後にしたという話なんですけれども、CIA は基本的にですね、アメリカ国内では活動しちゃいけないですね。アメリカ国内です。で活動するときっていうのは、そのアメリカ人が外国人とコンタクトをしているときには操作してもいいんだけれども、アメリカ人に対してなんかこう、そういう工作活動をするっていうのは一応禁じられてるんですよ。なので CIA は世界の各国にいる、基本的にたくさんいますと。で、その FBI の担当捜査がなんでその日本国内にいるかというと、多分、CIA に出向して、その人日本語ペラペラだから CIA に出向して、 CIA の諜報員として日本国内で活動していたんだろうなというふうに思います。なので、私が彼の上官に、FBI の担当捜査官が私がスパイ事件を報告してるのに全然上に上げないんですって言ったら、ちょっと待ったとか言って弁明に飛び出してきたっていうね、そういうことなんですよ。で、その日が私が、なるほど、 FBI ってあっち側なんだなということを理解した瞬間です。で、 IRS ですね、アメリカの内国調査庁、内国歳入庁も、あっち側です。で、これ、
日本国内にアメリカのその治外法権地域があるんですよね。それ日米地位協定っていうのがあって、普通はその米軍の基地なんかは、領事館とか大使館っていうのは、まあ、外交協定で、治外法権なんですけど、米軍の基地っていうのはその治外法権になる国となってない国があるんですよ。でも日本は日米地位協定で、米軍施設、米軍の公務中の仕事っていう、仕事中に起こった犯罪っていうのはアメリカの管轄だというふうになっています。ところがドイツの方はですね、1993年にその米軍に対して国内法を適用することを強化してるんですよね。なのでやっぱり米軍は超法規的にドイツ国内で、こう勝手にその人の会社に押し入ってサーバーを押収するということはできないというふうになってると思います。で、その2つ目の質問ですね、 CIA の施設だったらできるんじゃないんですかっていう話なんですけど、まあ、これはできますと。で、私がそのできないっていうふうに先日解説した背景をこう例えで言うとですね、このドイツで米軍が民間企業に押し入ってバーサーバー取ってやるってやるのは、これなぜダメかっていうと、日本で例えると、日本で大手町にある NTT データセンターの施設にですね、米軍が入ってってサーバー引っこ抜いてるような、そういう事態なんですよね。これ仮に日本政府がそれ許可出したら大問題になると思うんですよ。ただでさえ米軍が日本で何かやった時に、米軍の犯罪を許すなとか言って左翼飛び出してくるわけじゃないですか。それなのに、そんな人の会社に押し入ってサーバー引っこ抜くなんてことやったら、もう左翼、たとえドイツ人でもドイツの左翼も黙ってないと思うんですよね。で、このサーバーを、販売している会社もドイツにはオフィスもデータセンターもサーバーも置いていないというふうに発表をして、この噂は真実ではないというふうに言ってるわけですよね。まあ本当かどうかは知りませんよ。でこの超法規的なことができるんじゃないのっていう人に、まだちょっと面白い事例が一つあってですね、昔弊社の CTO がですね、この私の今の会社の前の会社で、彼が自分の会社をやってる時に、アメリカの大手コンピューター会社と中国の大手銀行に対してサーバーを設計して納品したことがあるんですよね。その時に納品した後に、納品する時にですね、CTO と、銀行の頭取がこう部屋の中に入ってですね、小切手を前に睨み合ってるわけですよ。で、CTO が小切手が目の前にあるから納品してくれっていうことをアメリカの企業に連絡して、アメリカの企業が中国で、どちらも中国にいるんですけど、その現地の、銀行内にサーバーを設置したと。で、サーバーの設置が完了しましたって電話が入りました。じゃあ CTO は、じゃあこの小切手もらいますっていうふうにこうパッと取るとですね、銀行の頭取が椅子で CTO を殴って、その小切手をよこせっていうふうに言われたんですよね。それで CTO が怒って、お前に小切手、渡してやるかって言って、ビリビリビリって小切手を破ってですね、電話で、今の商談は破談になった、サーバーを持ち帰ってくれって言って電話をすると、アメリカの大使館から武装した職員がバーッと出てきて、納品したサーバーをどん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 引っこ抜いて持って帰ったと。で、これは納品が完了してない状態で、持って行ってそこに置いたけれども、財産権は移転してないんですよね。なのでそこに置いてあるだけで、そのサーバーの財産権はそのアメリカの企業にあるので、持って帰ってもこれ犯罪にならないんですよ。ということで、これ超法規的でもないんですよね。まあ勝手にちょっと不法侵入ぐらいにはなるかもしれないんですけど、まあビジネスにはトラブルはつきもので、これね、問題はね、戻ってサーバーを数えてみたら、納品した時にもちょっと数が増えてきていたみたいな、そういう事件もありましたと。で、これドイツにある2つ目の、ちょっとね、横にそれちゃったんですけど、2つ目のドイツにある CIA の施設から押収したっていうニュースが出てるんですけどっていうコメントがあったので、それは素晴らしいコメントでした。で、このニュース探したんですけど、保守活動家のパメラ・ゲラーさんのレポートで、ゲラーレポート .com っていうサイトがあるんですね。そこのサイトを見ると、まあ、アメリカの
陸軍はドイツで某社のオフィスまたはサーバーを襲撃しませんでしたと、これ否定してますね。彼らは外国人であり、私たちアメリカ人はドイツの法律に従って運営しなければなりません。さらに米陸軍はそのようなエンティティに対して法執行権限を持っていませんということを、まずここで前置きで否定してます。ところが米国欧州軍下のチームが実際にコンピューターサーバーを制御するための操作を行ったことを確実に私たちは知らされていますと。そしてこれらのサーバーは CIA に属していて民間企業には属していなかったと。このサーバーは CIA の持ち物、アメリカ政府の持ち物でした。で、民間企業のものでありませんでしたというふうに言っています。で、多分もう製品としてはその防射性のサーバーなんだけれども、所有権はあの CIA にありましたということですね。で、これだと、その、この作戦だと、アメリカの法執行機関が出席した状態で実行されたはずで、これだと、その裁判所、その他の司法手続きで、証拠が押収することができますという説明がありました。これだと確かにね、できる可能性はあるんですよね。治外法権の施設ですよね。なので、ドイツにある米軍施設ではなくって、まあ、大使館とか、まあ、ニューサンのホテルみたいな、そういう超法規的じゃなくね、管轄外ですね。ドイツ政府の管轄外で、アメリカ政府の管轄内の施設に置いてあるサーバーだったら、おいおいって押し入って取りに行くことはできる可能性はあります。で、大体その、日本でも CIA 結構いるんですけど、なんかね、米軍の内部の情報、米軍の下で活動してることが結構あるんですよね。そうすると、米軍が、自分たちが上官の位置として、こう、行くっていうことは、こう、レポートライン上下関係になってると、できる可能性あるなと思いました。その CIA が、そのね、米軍施設の中で、米軍の下で、レポートラインが下になってる状態だったら、それはもしかしたら簡単にできるのかもしれないなというふうに思いましたと。で、まあ、この路線だと、ドイツにある、治外法権の施設の中で CIA のその一部分が CIA の施設で、そこで、防射性のサーバーを運用しているところに米軍が来て持っていくっていうことは、法律上の問題、管轄権の問題もクリアしているような状態なんですよね。で、その後やっぱりトランプ大統領が CIA 長官と FBI 長官もクビにしてるみたいな、息巻いてるみたいなニュースも出てて、まあこれだったらなんかわかるかなと思いました。で、これどうしてアメリカ国内のサーバーでじゃあ CIA やらなかったんですかっていうと、これも管轄の問題で、 CIA ってアメリカ国内でそのアメリカ市民をに対する諜報活動を行うってことは基本的にできないんですよね。で、これマイケル・フリン事件を見てもらってもわかるんですけど、マイケル・フリンを盗聴したいがためにロシア疑惑がありますと言ってですね、まあ、外国人とお話をするときにだけ盗聴することを許可されているんですよ。なので、このサーバーをドイツに置くとどうなるかというと、ドイツ国内で、情報を収集するっていうことは CIA は許されてるんで、アメリカ国外で好き勝手情報を収集するっていうのは許されてるはずなので、これだったらできるんですよね。ただしですよ、それがその、まあ、ネットで経由して、アメリカから情報をネットで経由してそれを改ざんして、それをドイツからアメリカに戻していたとなると、まあ、これは犯罪になってしまいますと。ということで、今日はちょっといろいろ脱線してしまったんですけれども、まあ、ハイテクの仕事をするといろんなひどい目に遭えるので、よかったら皆さんも勇気を出して、起業してみてください。ということで、じゃあね。